イエーイイエーイ。いくよ、一緒にやろっか。いくよ、せーの。皆さんどうもこんにちは、あやなんとポンスです。はい、あ、俺いねえやん。ジュワイは別じゃん、また。僕のチンチンはタグトリオ、どうもしべいでーす。子供の前。今日はポンスも参戦しまーす。一緒だね、3人で家族の絆を深めましょう。今日は3人で何をするかと言いますと、あ、ちなみにこの前髪はなんでちょりってなってるかっていうと、今流行りの足のちょりっていう前髪をこうやって長さをちらちらこそやってお成果を生み出すっていうのをやってるんだけど、ちょりちょりお化けをもみしだく。仲良し家族3人で顔交換アプリで遊びたいと思います。まあね、夫婦でもよく顔似てるって言われてるし、うん、この親子もすごい顔似てるし、まあ、顔交換してもそんな違和感ないんじゃないかなっていう。結局どっちに似てるんだっていうのも突き止めたいしね。そうですね。はい、じゃあ顔交換スタート。あ、いい感じじゃない？あ、かわいいね。僕の名前はポンス。ママのお腹で10ヶ月育って、そこから生まれてきたんだ、僕は。今、よくわからないわけのわからないアプリで顔を交換されてしまっているけれども、大人って自分のエゴで子供をこういうことに使うって、ほんと、ムカつくよね。でも僕は結構自分の顔が好きだから、結構こういうアプリとかも、なんかこれ積極的にこう使っていきたいなとか思ってるんだけど、あー、ちょっと顔ね。こっちに行こうかな。やっほーって、バイバーイ。せーの、無限の彼方へ、そう行くぞー。違うんだよな、スーパーマンだよそれ。ちなみに私が使ってるフィルターはですね、B6 のここです。左から2番目、これが一番いいかなって思ってますね。じゃあ僕やる、僕やる。いくよ、息子よ、せーの。クレイジークレイジー。はいだね。やだー、いいだろう。君の将来はこんな顔だぞ。なあ。この赤ちゃんやばい、この赤ちゃん。柴田のとこにいるポンスめっちゃ可愛いよ。この顔可愛いね。可愛い。大人ポンス。将来こんな顔になるのかね。そうなったらいいね。気持ち悪い。いやいやいや。やだ。いや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 。可愛くない。おい、ミルクよこせよ。早く、おっぱいよこせよ、お前。絶対嫌だ。おむつ変えろよ。なあ、これが意外とかっこよくない？かっこよくないから。ない？うん。やめてやめて、もうきつい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 。どうした？ママ。ママ。おう。やられちゃったぞ。やば。あ、やばいやばい。ちょっとさ、本当にポンスの顔やばいんだけど。ママー、ママー。かわいいな、もう。かわいい？ほら、もっと触ってよ。あー、気持ちいい。ありがとう。いやー、泣いちゃった、泣いちゃったの。泣いちゃったの。泣かない。あれあれ俺とここじゃねえか、全然ママとパパが普通にできるわ。ブスだな、この女。私があなたを産んだの。幸薄いでしょ。かわいい、これが一番かわいい、結局。はい、ということで結構面白かったね。面白かった。親子顔似てましたかね、どうですかね。大きくなったら見ようね、一緒に。あー、やばい、泣いちゃうね。じゃあ終わろうか。そうですね。というわけで今日は終わりになりまーす。みんなお腹空いたからよくご飯を食べてもぐ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 大きくなってね。それでは終わりです。あ、え？ヒカキンさん。ヒカキンさん。